式城、本丸跡、式林戦車本殿式城は、熊本県天草郡礼北町にある日本の城跡。1205年、日後菊池市の一族と言われる式光広が、式六が、裏の寺童に任じられた後に、式城は築城されたと推定され、戦国時代末期、式季鎮の頃に、式氏は全盛期を迎えたと言われています。1566年に式林戦が、 日本区教長であったトルレス神父に来島を要請し、アルメーダ修道士が派遣され、霊北朝式は天草で最初のキリスト教の伝来の地となりました。1589年、式臨戦は、ウトジョ整備の協力を拒否したため、小西行長、加藤清正の連合軍に攻められ、式場は落城しました。 中世城市で、中世の豪族天草ご人衆の一人である四季氏の居城。四季氏はもともと菊池の一族と言われ、今の四季を本拠に長い間、四季城市としてこの地を治めていた。城下集落の南に広がる山並みの北西端域が城市である。標高90.7メートルの山頂部分を中心に、南東側から北西側の尾根筋に、本丸から、 二の丸から出丸の跡がしっかりとした形で残っており、大変貴重な城市である。縄張りの範囲は長さ370メートル、最大幅200メートルで境面には天然の谷と人工的な掘り切りが重複している。式場から直線距離で約4キロメートル離れた富岡半島に富岡城市があるが、素掘りの掘り切り跡や、 中世の意思摘みが見られるなど、式場の出城だったことが考えられる。ありがとうございます。